はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。ですね、一回閉じようかな。はい、ついに3日目突入ですね。今回はですね、一応現在の状況を説明しますと、優勝が51回ですね。そんでチケットのねドロップは3個、50回目の優勝でやっと3個目が落ちました。なんで14個、そして横取りはですねスキルまで来てて、まだね横取りなしでやってるんですけど、あと3つって感じになってますかね。はい、まあね、必殺の秘伝書がすごい順調に落ちたんですけどね、天狗は結構苦労しましたね。ただ2桁まではいかなかったんで、いろんな話聞いてると2桁までね行かれた方もいらっしゃるんで、まあ、まあだったのかなって感じですかね。で、一応今回言いたいのは、さっきごめんなさい閉じちゃったけど、これ15日目にフユニャン S こちらいただけるので、必ずね、今日最低今日ログインをしてですね、1日忘れちゃったよって人今日はログインして必ずねフユニャン S S ランクタダでもらえるんでね、フユニャン S ゲットするようにしてください。はい、でまあね、今回まああと要エンマップ投下進めるのと、あとねもう一個ちょっと気になってるのが、毎年ねこれあるんですけど、この選べるコインね、まあちょっと課金を促すじゃないんだけど、選べるコインが1日1回、まあ確か去年もそうだったんですけど、正月にね、まだなんか大体開催されてて、ちょっとこれのねおすすめについて、まあ、ちょっと私も持ってないのがあるんで、まあ、逆にちょっとこれおすすめだよってあったらですね、コメント欄とかで教えていただければなと思います。はい、で一応お値段最初に言っちゃうと、SS が1900円の超が2900円、そして S 選べるコインが360円の超 S 選べるコインが960円っていう風になってますね。 Y ポイントってねこんなにするんだね。8000ポイント今回加われたけど、8400で5000円なんだね、たっけーって感じなんだけど、まあまあまあそんな感じで、ここかでね、SSS は今回ないようですね。で多分選べるコイン安いんじゃない、いつもより安いのかなね、なんか1人1回だけっていうぐらいだから安い感じなのかなと思ってるんですけど、これをねちょっと見てみたいと思います。でもしねちょっと本当おすすめあったら教えていただきたいなと思います。で S ランクは一応ね、これ私の個人の見解だと、まあ一応この中身は全部持ってんですけど、まあ、特に通常ガシャから出るんでね、まあ椿姫なんかは気まぐれゲートとかでね攻撃プラス回復で結構回復量も多いので役に立つと思うんですけど、まあこれは360円だけど椿姫ぐらいかな。カラステング持ってないかな、カラステングデカプニだっけな、っていう感じかな。で超 S か、これが960円だっけ。これについてはこれもね特にいいのかなと思ってたら、あったんだよね。これだよね、ヌエ、ヌエがレジェンドの誰だっけ、ウンチクマだ、ウンチクマの鍵の一つになってるね。でこれ無限地獄を、まあ、確か星を全部取らないとあのヌエ確かミッションでねゲットできないとかってやつなんで、まあ、ヌエ苦戦してる人多いと思うんですけど、まあ、ここが1個ありかなと。であとねこれだよね、ヤーミネーター、もう皆さん大好きバタンキューのね鍵になってるので、まあ、ヤーミネーター結構ねあのガシャドリームルーレットガシャで出すのが大変なんで、まあ、こちらこれについてはまあちょっとまあ拾ってもいいのかなと思いますよね。ごめんなさい、値段もう忘れちゃった、960円だっけ、960円だよね。
で、あと1900円と2900円か。1900円と2900円ね。うん。まず SS。ここは結構1900円で吹雪ちゃん。吹雪ちゃんはこの前のね、スコアタの支援のスコアタでも活躍したと思うんですけど、攻撃力アッププラスデカップに生成ということでね、みんな魔王支援ループみたいのをふぶきちゃん使ってやってたと思うんですけど、まあ、ふぶきちゃんかな。あとは猫2世も攻撃力アップだね。金食い姫は攻撃力アッププラスダメージカット。ギアマンもね結構ね攻撃力アップで使えると。カミナラスゴロもね攻撃力アップで、うん、まあなんかアップ系側はまあまあいるかなって感じで、ただこのラインナップよく見てると、まあ、たまにねあのイベントガシャのねあの SS のおまけでついてきたりしてるんで、まあまあ通常ガシャでも、通常ガシャですか、イベントガシャでもね確率低いけどまあまあいるかなっていう感じですね。まあ個人的にはこの攻撃力アップ系ピンクエンペラー、カミナラスゴロ、ギアマン、カネクイヒメ、猫にセーブできちゃうかな。 KJ は持ってないからわかんねえな、娘かなという形で1900円コインはこんな感じかな。ふぶきちゃんがな、もし持ってなかったらちょっと全力で迷ってたかもしれないな。1900円、あーまあはあ、1900円ね。はい、で超 SS ね、これはね、これはさすが2900円、まあまあいいね。覚醒魔はね他の種族もアップさせるスキルがあるんで、まあ結構種族効果を上げるのがあるんで、まあまあできたら欲しいかなっていうぐらい。あと謎り消しない人はドンドロ、あの太陽神とか執行行為の代わりになるかな。仙台エンマとかエンマはねあんまり欲しいと思わなかったな。あとなんか確か覚醒黒いジバニャンってなんか私持ってないんですけどなんか使えましたよね。なんかなんだっけ、無限ループとかの時に使えんだっけ、ちょっとこの辺わかんないんですけど、覚醒黒いジバニャンってなんかあったらいいようなやつだった気がします。であと覚醒赤鬼がね SS のスコアアップなんで、まあこれ使ってる人多いですよね。でゾンビチョッパーゴールドも攻撃力アップだからいい。でこれだよ、これをね最後買うか迷ってます。ログシャッコさん超攻撃力アップ、スコアタ見てるとみんな使ってますよね。でね私スコアタで5000円以内ってかなり難しいので、これいいっすわね。2900円か、すごいね。だからこの辺はあれだよね、こっからはスコアタ妖怪だな。ドグシャッコーさんね、あでも最近技レベル上がってきたからスコアタいけるかな。ちょっとねこのドグシャッコーはちょっとギリギリまで我慢じゃねえや、ちょっと検討したいかなと思いますね。ちょっと皆さんどうしてもおすすめだとすればですね、ちょっとコメントなどで教えてください。かなりいいよっていうことがあればね。あとこの辺、あとクロノーメンもなんかいろいろな操作で使われてましたよね。なんかクロノーメンもなんか使い勝手良さそうだなっていうところ、これもね私持ってないんで、これもねちょっと気になってます。穴掘りもぐぞ分かんない。この辺はねパス系妖怪はね結構パスがガシャで出てくるんであれですかね。まあでもキラコマを去年2900円で買うかって、うちの小学校今年今3年生の少年が悩んでましたけど、それから1年経ちましたね。であとブルジョアジーか、ブルジョアジーもねフィーバーゲージが持続するっていう感じで無限ループでね、あのいろんな方が使われてたんですけど、ブルジョアジーもラインナップされてますね。
あとは夏木の最高峰ジェントルメン犬、これもパス妖怪。あー、そんで今回のスコアタでエジソンがいるな。エジソンも欲しいな。エジソンとドグシャッコ私迷いますね。あとクロノオーメン、ちょっとどれが一番おすすめか、まあでも使い勝手によるんですけど、でもエジソンはワンチャンあるじゃないですか、あのドリブルーレットの方で。でもドグシャッコとクロノーメンはね、出てこないとゲットできないんで、これ1年やっててガシャでドグシャッコとクロノーメン出てきたこと確かなかったんで、エジソンはねパスがあるからあれだけど、いやーこれ迷うね。行っちゃおうかな。ねえ、でも、ま、この前の支援が6億4000万稼いだ人でも2万円いかなかったんで、もうちょっとほんとね、技レベルマックスにして技術もないと今後はきついのかなって思っちゃいますけどね。コロンブスも持ってないんだよな。おすすめなのかな。あとこの七福神妖怪は多分ね、以前出ましたよね、あのガシャの時に。ガシャでいろんなこの容器が出て、以前の時に去年ねエビスと大黒天はゲットできたんですけど、一番重要なのはホテイソンの福六十ですよね。ホテイソン攻撃力なくなったっけな。福六十はちょっともう忘れちゃったんですけど、ホテイソンと福六十が重要だった気はしますね。やっぱりこれ SS 超 SS なかなかのラインナップですね。なんでね、ちょっと本当これは取っとけっていうのがありましたらですね、ぜひちょっとコメント欄とかで教えてください。まあね、スコアタ頑張りたい人は本当覚醒赤鬼とかドグシャッコ、あとなんだ、エジソンだよね。エジソン言っとくか。エジソンとドグシャッコだったらどっちがいいですかね。でも攻撃力超アップやっぱ欲しいからドグシャッコかな。スコアタ無理だもんね俺。ちょっとこれね、いつまでかな、最後までちょっと1月6日まで、日曜日までね、ちょっと考えて。なんか正月ですしね、なんか景気に一発やってみたいですね。はい、という感じで選べるコインちょっと話してみました。じゃあ最後に今日のレア妖怪と戦って運試しをしてですね、これで終わりにしたいと思います。レア妖怪から今までな、必殺の秘伝書しか落ちてないんですけどね。でもこれカッパって強いんですか。自分が結構楽に周回できているのはカッパのおかげなんですね。サブジンさん、すごいよカッパと同じように何が攻撃なんだろうって。そう、さっきメダベルコイン言ったんだけど、ゴンドラにガシャあるんだね。さあ、そう、でさっきの赤鬼さんね、スコアアタック、そしてドンドーさんはダブルですね。なんだろう、さあなんか落ちろ。おおと思ったけど秘伝書でしたね。ページ、スキルのページ、一瞬スキルの秘伝書が落ちたのかと思ったけど、めちゃめちゃ揚力あるけどもう意味がない。これもね、もうちょっとあんまわがまないといけないのかな。もうちょっと検証欲しかったかな。はい、じゃあ、おチケット4枚目連続で落ちました。50回優勝してからすごいね、2回連続で落ちたぞ。そしてダブリーという感じですかね。はい、じゃあどうも、横取りに変えちゃった。
51回52回と連続で落ちましたね。ちょっと50回以上から期待したいですかね。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。選べるコインね、ちょっとこれ買った方がいいよっていうのあったらですね、ぜひコメントで教えてください。はい、じゃあどうも、次をねまた動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。